まっすぐすぎる女子高生と冴えないファミレス店長。私店長のこと好きなんです。繊細な片思いを描いた恋は雨上がりのようにが実写映画化。原作は登場人物たちの繊細な心情を描いたストーリーが話題を呼んだ眞柚木純の同名コミックス。主人公立花明を演じるのは小松菜奈。そして明が恋するファミレスの店長近藤には大泉洋。繊細な片思いが見る人の胸を打つ心温まる物語。陸上部のエースで走ることが何よりも好きな高校2年生の明。しかし怪我によってその夢を絶たれてしまう。そんな時偶然入ったファミレスで優しく声をかけてくれたのは店長の近藤だった。サービスです。ただ雨が止むのを待ってるだけじゃつまらないでしょ。これをきっかけに明はファミレスでバイトを始める。近藤への密かな恋心を抱いて。かわいい。今回撮影お疲れ様と映画の PR を兼ねて小松菜奈と大泉洋が映画の舞台となった横浜をデート。さらに映画の撮影エピソードもたくさん飛び出します。俺だったらもう散々文句言うよ。無理ですよこんなの。でもやるじゃないですか。やるんだ。映画恋は雨上がりのように公開記念、小松菜奈大泉洋ぶらり横浜デートスペシャル。デートの始まりは桜木町駅前から。大泉さん。あ、奈々ちゃん。今日もよろしくお願いします。なんかいつもと雰囲気違うね。本当ですか。服装のせいかな。行こうか。いやまさにまさにこう、ここですよね。まさにここでこのシーン撮りましたね。店長。ああ、本当にここです。もうそれ以来まさに同じところで、同じ立ち位置でした。このシチュエーションでした。いや久々です。デートですよ。デート、デートです。デートなんてあなたしてる？デートしてないですよ。してないだろう、かわいそうに。大変だ、あなたなんか今デートしたら。いやいやいや、そんなことないね。今日も存分に、はい、私と、はい、今日も大丈夫ですから。大丈夫ですか。大丈夫。今日はあのデートってことで言うと別にあの週刊誌が取ることもないです。よかった。そうです。有意義に。有意義にやりましょう。はい、ちゃんとこうデートのプランを練っていただいてますから。すごいです。ね、嬉しいです。はい、あ、最初にも書いてありますよ。赤レンガでショッピング、撮影の労をねぎらってお互いにプレゼントですと。おお。プレゼントをお互い選ぶのなんかドキドキしますね。ちゃんとやってくださいよ。わかりました。行きましょう、それで。はい。はい。まずやってきたのは横浜でも屈指のデートスポット、赤レンガ倉庫。気持ちいいですね。気持ちいいね。雲一つなくて。恋は雨上がりのようにって全然晴れてるからね。撮影中もとにかく俺たち晴れて困ったもんな。いやもう本当に雨が降んないからっつって。大泉さん雨男っていうのに全然晴れてました。いやそうなんだ。あなたも雨男なんだよな。雨男。私男じゃないんですけど。ね、奈々ちゃん雨女。雨女。ね。果たしてどんなデートになるのでしょうか。ああ。買い物とかって結構決めていく派なんですか。それともなんかフラッと行ってなんかこれ買おうとか。こうやってなんかロケのちょっと空き時間とかあるでしょ。ありますね。ここでプラプラするでしょ。はい。これで買っちゃうタイプですね。なんかこう可愛いじゃない、こういうのとか。可愛いですね。え、すごい可愛い。あと可愛いの好きなんですね。そうですよ。私の買うもののキーワードは可愛いですから。かんざしですって。すごいかんざしの数が。こういうのってどうやって使うんですか、女性が。髪の毛長くてまとめてそこに刺して。今のあなたに全く興味がないものって感じ。あ、でも今は髪の毛短いんでどこにも。これもこれ、これだからもう頭に刺すしかないってやつでしょ、これ。そうです、そうです。こういくしかない。もうこういくしかないですか。でも髪短い方でも、え、使えるんですか。そうなんですよ。こんな感じで
土台を作ってから。そうなんです。かわいい。何してもかわいいな。もう一つつけてもいいですか。はい。こういうの絶対揺れるものがある方がかわいいので。これ、あ、揺れるのって男性好きらしいですよ。あ、そう。かわいい。短くてもつけれるんですね。でもなんかこっから出てるね、こっから出てるやつがなんか競馬の予想する人みたいで、また鉛筆挟んでくださいよ。鉛筆挟んでるようにも見える。ここで大泉さんがパッと見てどれだと思いますか、娘が喜びそうなの。6000円の娘なんと小松さんではなく娘さん用のかんざしを物色。うまいしょっか、貸しましょう。すみません、ただただプライベートの買い物してる。娘さん用のプレゼントを決めたところで本題に戻ってお互いのプレゼントを探しに。傘ですよ。傘。あらららら。傘屋さんとか行ったことないです。私ないですね。私も初めて。あるんですね、傘を買おうっていうのが。でも我々ほら雨女って雨男だから必要なんです。必要ですね、絶対にね。劇中では雨と傘が重要なモチーフとなり、登場人物の心情を物語ります。びしょ濡れじゃないの。あなたのことが好きです。ということで、お互いにお互いの傘ちょっと選びましょう。はい、それじゃあ。わかりました。お互いに似合う傘を選んでプレゼントすることに。なんかそうですね、なんか奈々ちゃんらしいこう可愛らしさの中にもなんか上品さがあるような。なんかおしゃれなのがたくさんあるんですね今。果たして2人はどんな傘を選ぶのか。私からいいですか。はい。これは可愛いですよ。あ、椿ですか。椿ですね。あー綺麗、好きです。椿可愛いですよね。可愛いです、すごいいい色ね。え、なんでこれにしようと思ったんですか。可愛いからです。続いて小松さんが大泉さんに選んだのは。私が選んだのは、はいはい、大泉さんのお子さん用に選びました。いや、まず嬉しいです。なんかちょっと大きくなっても、あ、そう、なんか使えるんじゃないかなと思っていて、なんか柄も可愛いなと思って、色合いとかいいと思います。すごいいいよね、これこう見えるから。ここでパパを見れますから。そうだよね、はい。でも見たくない時はこうです。見たくない時ない。なんでうちの娘が俺は見たくない。お互い選ぶっていいですね。いいです、すごいデートらしくなってきました。お互いに傘をプレゼントしたところで、小松さんがぜひ大泉さん自身にも何かあげたいということで、木を使った雑貨を取り扱っているお店へ。あ、これ万年筆。大泉さん演じる近藤は小説家になる夢を持っていたが挫折して、今はファミレスの店長をやっている役どころ。劇中では小説を書くシーンもあるのですが、撮影ではこんな苦労が。大変でしたよ。そういえば私が字を書くっていうシーンがあるんですよ、はい、小説家だから。それを本当に私の手元で撮ったの。あ、そうなんですね。私が本当に書いてるんですけど。あら、うん、めちゃくちゃなのよ私は。私もです。だから書き順間違いたくないでしょうとか、書き順間違わないようにサラサラ書くても至難の技で超苦労した、うん。続いて小松さんが見つけたのは、アロマとかもあります。アロマ、あ、匂いといえばあれですよ、うん、映画の中で臭いって言われたじゃないですか。思い出させんじゃないよ。やっぱアロマ炊いてもらっていい匂いを。いやいや、映画の中のね、近藤さんはね。やだ店長なんて、だってなんか臭いんだもん。誠実で優しいが、どこか冴えないおじさんの近藤。なんだか今日はタイミングが悪いね。何が臭いとかは人それぞれだと思います。私は臭いとか思ってませんから。久保さん、俺って臭いのかな。臭いです。木がまずいい匂いですね。いい匂いすんなこれ、おい。ひば、あー、いい匂いです。あー、まあいいな。あー、いいな。いいですね。どうなんだ、うん、こういうのってこう体中からこういう匂いがする人ってのはいいのか。体中から
でもそれどうなんですかね。体中からヒバの匂いがするそれちょっと違うかもですね。それは違うのか。いや万年筆かアロマだったらもうアロマですね。ということで大泉さんへのプレゼントも決まり、次の場所へ。続いては素敵ツーショットで観覧車デートですって。やっぱ横浜これ観覧車もございますもんね。あら。続いて2人がやってきたのは横浜コスモワールドにある観覧車。ちゃんと、お邪魔します。ありがとうございます。すごい。うわ、絶対景色綺麗ですよね。いやこれは間違いなく綺麗だ。てかすごいいい天気ですね今日。すごいな。うわ見えてみた、あれベイブリッジか。あれですか。あれ横浜ベイブリッジやん。そうなんですか。そうだろう。デートで横浜来るってなんかすごくいいな。なんかあの水羊羹ありがとうございました。今回が初共演となった2人、お互いのことをどう思っていたのでしょうか。なんか撮影して一緒の現場とかどうなんだろうな、楽しそうだなと思いながらすごいこの撮影楽しみにしてましたね。あら嬉しいですね。大泉さんぼやくじゃないですか。ぼやきますね、ぼやきます。でもなんかそれがなんかこう大泉さんだと全然嫌な感じがしないっていうか、それが大泉さんだからなんかいいというか、それが面白くなるじゃないですか。なんか笑いにつながってなんか面白いなってこう和むというか。常に現場を和ませるムードメーカーの大泉さん。しかしやりすぎて監督からダメ出しされることも。そんな店長いない。そんなのじゃないです。違います。一歩も動かないです。楽しかったですね。でもねこの撮影はとにかく楽しかった。もう寒い冬の中でね夏の撮影で大変だったけども。去年の暮れにかけて撮影が行われた本作、真冬に夏のシーンを撮影することもあり、かなり厳しい撮影だったそうです。私はあなたがすごいなと思ったのはとにかく寒がらないことですね。めちゃくちゃ寒かったのに、まあ、本番はねどうしても脱がなきゃいけないから、うん、そうですね、半袖になったりするわけで、だからその本番以外はベンチコート着てりゃいいのに着てないから着てなかったです。もうそればっかり聞いてた。最初もうクランクインしてすぐ君に寒くないの言ってます。大丈夫大丈夫です。出ましたね。でも風邪ひきましたけどすごいものすごい速さで風邪ひいてた。早かったな、はい、わいやあっという間、ね、あっという間。観覧車を楽しんだ2人、続いてのデートプランはジョナサンで恋アメトーク。ジョナサンやってきたのはジョナサンみなとみらい店。実はここ劇中の撮影でも使われている場所。私店長のこと好きです。本当にありがとう。え、いやよかった。俺てっきり立花さんに嫌われてると思ってたよ。よく睨まれるしさ。そうそうそんな感じ。いやよかったよかった。懐かしいですね。懐かしいです。結構大事なシーンだもんねここで撮ったのは。そうですね。いやここ着いた瞬間私忘れてましたけど忘れてました。なんかあなた来たことあると、あここ来たことあるんだいや来てますよ大泉さんと。いや思い出しました。そしてこう撮影の時に出たお弁当をね、そうです、ジョナサンの人にお願いしてチンしてもらってね。チンしてもらって。辛かったですよ。だってこうなんかファミレスで撮ってるから食べれると思うもんね。思いましたね。いっぱい食べれると思って思ったね。食べれないなんか気に障った。そんなに睨まないでくれよ。え、主人公のアキラは表情に乏しく他人に誤解されがちなキャラクター。演じた小松さんとの共通点は、アキラってすごい無表情が多いじゃないですか。無表情ですね。ファミレスで働いてるのにね、すごく無表情で。そうですね。なんでなんか私も結構そういうとこ似ていて。似てると思います。あ本当ですか。もうぴったりと思ったもんね今回のその
アキラっていうキャラクターに、やっぱなんか無表情でなんかちょっと怖いイメージがありました。あーそうなんですね。なんか本当にあのもう漫画の通りなイメージがありましたけど、会ってみるとねすごいこう普通でね可愛らしくて自然体な人でしたけど、とっても何でも笑うすごく普通の子だもんね。今俺がここにあるメニューがを取ろうとした時に爆笑してたもん。だって取れないの分かるじゃないですか。分からないでしょこれ。これ取れると思いません？これ取れないんだとしたら私ジョナサンにこんなこと言うのもあるんですけど、これちょっと見づらいですよこれ。絶対にこうしか見れない向きだから。申し訳ございません。小説家を目指すが挫折し、周りから頼りない店長と見られている近藤。大泉さんが感じた共通点とは。私はね結局こういうお仕事してますけど、なんかどっかでやっぱりなんかお笑い芸人さんへのなんかこう憧れというのはやっぱあったと思いますね。だからそれをなんか諦めたっていうほどじゃないんだけど、なれるわけがないみたいな感じですよね。僕も夢すら持たない青年だったというか。あ、そうなんですね。意外ですね。なんとなくその夢をなんとなく諦めてしまっている感じっていうのはなんか分かる気がしましたけどね。でも僕はなんかあの店長ほど周りから臭いだのなんか汚いだのすごい言われてましたよね。あまりにもひどいこと言われますけど、そこまでじゃ私ないと思うんです。怪我をする前は陸上部のエースとして活躍していたアキラ。小松さんは相当なトレーニングを積んで撮影に臨んだそうです。陸上部のエースでもあったので走りの練習、まずね、それが大変だった。はい、やっぱりこうフォームをきれいに見せないと、とにかくこうエースの役なんで。そうだ、やっぱ自分がこう走ってるのを撮られて自分で見てみるとやっぱりダサいんですよね。走り方がやっぱりちょっと癖が、足の癖があったりとか手の振りの癖があったりとか、そこをまず重点的に直して、もうとにかく毎日撮影の時走ったので、もう走る日みたいなのがあったので、もうずっといろんなところロケして、走って坂登ってで下ってとか。それであれだろ、君真面目だから正直にやったんだろそれ。まあ頑張りました。そうだろ、はい、やっぱ若い子はそう頑張っちゃうんだよね。いやいや俺だったらもう散々文句言うよ。無理ですよこんなの。でもやるじゃないですか。やるんだよ。文句言うけどやるんだよな。そうなんだよ。私でも年上の人の方がなんか気持ちが楽ですね。なんか話していてなんか、まあ、年下だから甘えられるっていうのもあるんですけど、何でも相談できたりとか。その人によりますね。いや、その人がもうなんか年老いた45歳だった。年老いた45歳ってどういうこと？なんかちょっとおじいちゃんみたいだった、ちょっとあれですけど。人いないです、45でおじいちゃんみたいな人はね。私の場合、ここからやっぱり20年上って言ったらもう本当に危ないです。寿命がもうだいたい危なくなってくる。上っていうのはだんだん考えにくくなってきますもんね。私はやっぱりだんだんこう下ってなっちゃうんだよね。いくつ下までだったら大丈夫ですか、大泉さんだったら。でももう20歳を超えられたらもうあれじゃないですか、もう抗う術はないんじゃないですか。私なんかはもう20歳を超えられてちょっと大人っぽい人になんかもうハニートラップなんか仕掛けられたら一発です。一発なんだ。もう抗う術はないです私には。小松さんにとって同世代の役者が多かった撮影現場、印象に残っていることは。その同世代の子たちがいっぱいいましたもんね、はい、一緒にいたので、なんかファミレスで一緒になって働いてるっていうのもあって、すごく毎日楽しくてチームみたいな感じで、なんか仲良くバイトの休憩時間みたいな感じでこうみんなでワイワイ話したりとか。千尋、よ。戸次さん演じる九条千尋は近藤の大学の同級生。大泉さんと戸次さんも同じく大学からの仲ですが、共演していかがだったのでしょうか。戸次茂君と僕は大学時代からの仲だからね、もうなんか24年ですよ彼と。わ最初茂はびっくりしてて、おなんかあの人俺のこと先生って言うんだけど、なんか先生のドラマ、いや映画のなんか俺オファー来たけどって言って、
なんかお前の同級生の役なんだろって、まあまあじゃんってそのままでいいんだろって言うから、いやそのまんまじゃないでしょそのまんまじゃないでしょ、お互い役の設定があるからそのまんまじゃないでしょって、そのままじゃん。でも怒ってましたよ。とにかく俺としかシーンがないから。あ、そうですよね、俺との2人のシーンしかないから。お会いしてないですよ。そうそうそうですね。なんでお前せっかく映画出んの、俺お前としか絡まねえんだよ小松菜奈の匂いすら感じたことがない。こう本当に爽やかな印象で、私テント見終わった後にこう背中をポンと押してくれるような前向きになれる映画なので、ぜひ映画館でご覧ください。笑いながらキュンとしながら、ちょっとちょっぴりこう感動して爽やかな気持ちになれる映画でございました。お休みの日なんかにね、皆さんでお友達とお誘い合わせの上、劇場でご覧になっていただけたら良いのではないでしょうか。よろしくお願いいたします。